ねえ、こんなの信じていいの？ああ、私は嘘だと思う。古い少女漫画の、まるで白いみたい。いつも夢見ていたあの人が、私のコート好きらしいのよ。夜空の星もキラキラ、私の瞳キラキラ、お花いっぱいふわふわ飛んでいるわ。見つめられたらキラキラ。彼の瞳もキラキラ、見つめ返せばドキドキ、どうなるかしら。ねえ、神様、冗談ですか？ああ、夢なら覚めずにいてよ。だけど少女漫画はいつもハッピーエンド。多分勇士の中の人が私のコート抱きしめるでしょう。涙起きてもキラキラ、思い出になるキラキラ、薪の景色もキラキラ、輝いてる。彼の微笑みキラキラ、眩しいくらいキラキラ、私の瞳キラキラ、もう戻れない。ねえ、君ってキラキラ？友達の顔キラキラ、先生の顔キラキラ、カンニングさえサラサラ、なんだか変。黒板までもキラキラ、恋の光でキラキラ、何もかもがキラキラ、もう戻れない。はい、こんばんは。今夜はね、今夜は松本伊代ちゃんのね、テレビの国からキラキラを歌いました。2017年2月19日、日曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく、生存確認の一環としてこんな風に配信してますよ。いつものようにさりげなく、歌えた歌歌ってます。で、今日はね、なんか、ゆうちゃんのこの歌が歌いたかったでね、歌いました。はい、こんばんは。あ、ピンサロさん、こんばんはね。今夜はね、テレビの国からキラキラ歌いました。配信具合どうかな？じゃあ、アルコールバーナー行こうか、今夜も。アルコールバーナー、アルコールバーナーでいっぱい。アルコールバーナーでいっぱい。アルコールバーナーでいっぱい行こうか。本当アウトドアでもアルコールバーナーやってみような。一回ぐらいストームクッカー使ってね。一回で一回もないんだよな。今度やってみようね。今度ね。今度やってみよう。一回ぐらいね、ストームクッカー持ってってみようね。途中から焚き火に目覚めちゃってさ。うん。あと、はい。どうも。こんな感じで。じゃあ、今日熱燗セット持ってきますね。今夜もね、熱燗セット。はい。あ、ガシュインさん、コブさん、コンブさん、どうもね。今日アルコールバーナー、今日はお湯は使わないね。今日はこれ、燗酒、いつもの、いきますね。はい。こんばんは。どうかな、配信は。いつもの用意さりげなく。燗酒用意。いちご、今夜もこれね。どうも、岐阜船橋の月の住処というチャイ。まあ、いかな、僕、風俗、余裕ないんで。風俗、ほんと余裕ない。風俗は行きたいけどさ、ダメだ、僕、余裕ない。じゃあ、今日のこの男の2000も今日で開くかな。お、ちょうどいいじゃん。ちょうど 1.5 ぐらいだ。あ、これ、あ、ちょっと。じゃあ、これから開きましたね。お酒はこれ最後。ね。はい。また。今日は開きました。今日はこれで燗酒いきますね。あ、アルコールバーナーの燗酒。どうもね。岐阜船橋の月の霞。誰？住みか？そうなの、ありがとうね。キャイエスか、覚えとこう。今度検索してみようね。聞かなくてね、僕。全然知らないの、そういうの、風俗って。風俗っていいもんなんだろうね。もうほんと1回、2回、3回、4回。5回ぐらいしかないんだもんね。全部入れて、20段とかで。余裕ないからさ。でもそれでもよかった。うん、東芝病院あったんで、ね、でもどうだろうね、これからね。
東芝病院であれ。あんな病院維持できるわけないよね。これが。どうでもあれ。ボロボロでしょ、あれ。あんな総合病院、いくら従業員の福利厚生とは言ったってさ、どうなんだろうね。楽しみになるほどね。これからどうなのか。ニュースとか見てると、東芝もうおしまいみたいだね。文春の記事とか見てるとさ、どうなんだろうね、ほんとね。で、中がだいぶ変わってんのか、やっぱり、ああいうと、わかんないけどね。ね、東芝急病院。でも、東芝急病院ってね、あれ、でかいでしょ、あれ。全国的にやってる製造会社だからさ。あそこが一番大井町で一番でかくて、多摩に1個と、もっと横浜に、全部で3つぐらいあるんだけどね。多分それ、どっか1つ閉鎖してる。多分、そうかもしんないね。東芝病院って、3つぐらいあったと思うんだ、首都圏に。多分、どれかも、そういう難しい、ね、なくなるのかもしれないけどね、わかんないね。大井町のが一番中心。もともとね、こっちの方やからね。東芝って芝浦の方だからね。どうなんだ、ほんと楽しみね。あの病院がどうなのか、長いことね、大井町の線路沿いにある病院だからね。一応あれ、でかい病院ってことで、従業員以外も使ってもいいみたいだからね、検索。どうなんだろう、あれ、ほんとね。なくなって、どっかの民間の医療機関に売るのかな、わかんないね。どうだ、それはね、楽しみね。かなり、あんな、ね、ボロボロだもんならね、すごいね、どうなの、楽しみなほんとね、これからどうなのかね。まあ大変だよな、ほんと、どこもね。少子化だしね、もう。どんどんね、ほんと、今ださ、日本少子化って言ってもまだいいんだ、まだ。一番多い世代の檀家の世代がさ、まだ、あれ、現役を退いたとはいえ、まだ老人として生きてるからさ、60、70代。あと20年したらさ、その檀家の世代ももう死ぬ、ほぼ死に至るでしょ？ね、檀家の世代が死に至る2、30年後なんて。もう、日本人なんか7000万人になっちゃうじゃないか。ね、7000万、8000万かね。一番多いあの世代が死んじゃったらさ、まだあの人老人で、檀家の世代の奴らは老人で生きてる檀家だからさ、ね。まだ、あれがもう死んじゃったらさ、ほんとすごいよね。日本様変わりだろうね、ほんとに。まだそれより下の世代ってもう明らかに少ないんだもんね。どんどん寂しくなっちゃうね。日本は寂れる一方だよね、ほんとね。まあね、ニュースでもね、ヤフーのトピックでもさ、ロイヒケールホストはさ、営業期間どんどん短縮するみたいだしね。あ、こんばんは。あ、斎藤じゃないでしょ、こんばんは。勝彦さんよ。楽しみで、これからね、本当、日本はどんどん寂しくなる、少子化で。ね、何よ、やっぱりあの頃かな、やっぱり。少子化だって今言ってもしょうがないんだ、安倍内閣がどう。そう、みんなペット、みんな。全然わかんない、長野なんとか、全然知らないけど、そんなタレントいいのかな。わかんない、最近タレント。あれ、先週の、この1週間だっけ、あれ、あの女の子が死んで、僕、やっとわかったの。エビスクラブとかいう団体があったの。エビスじゃないっけ？エビスクラブか、あれ。ほんと知らなかった僕。あんなタレントの集まりグループがいたなんて。あの子が死んで僕はやっと分かった。でもあれほんと売名なんだと思うよ。僕みたいな人。あんなのがいたのって。知らなかった、ほんと。あれ、亡くなったのがヤフートピックとかあってさ。こんなグループがあったんだって知った僕。それまで存在すら知らなかった。ね。まあ全然、なんかいるね、そう、女の子ね。そうなんだ。全然わかんない、僕。あんま興味ないから継続しないんだろうな。昨日言ったけどね、本当、e モバイル本当やめることに決めた。いい、これは見計らって。それです、あ、ヤフーの、いや、あれじゃない、ソフトバンクのね、大容量にしてね、その分値段的にも安いかなと思う。あれがいいとこはね、大容量プランで制限がないんだ、あれ。3日間制限がね。ね、今バーラ結局3日間制限があるからさ、それを思ったらね、値段いいなと思って。携帯の今大容量プランにすれば、あれもセザリングでやれば。結構いいよ、あれ、ほんと。驚い、ちょっと、あ、こんばんは、あ、こんばんは、今夜、あ、MPO さん、こんばんはね。今夜もこれ、熱燗飲みますよ、燗酒。じゃあ、今来た人のためにね、今夜の歌。今夜はね、松本伊代ちゃんのね、代表曲、テレビの国からキラキラです。じゃあ、もう一回行こうか。ねえ、こんなの信じていいの？ああ、私は嘘だと思う。
古い少女漫画のまるで白いみたい、いつも夢見ていたあの人が私のコート好きらしいのよ。夜空の星もキラキラ、私の瞳キラキラ、お肌いっぱいふわふわ飛んでいるわ。見つめられたらキラキラって、こうやって手がつくんだよこれね。彼の瞳をキラキラ、見つめ返せばドキドキ、どうなるかしらねえ。神様冗談ですか、ああ夢なら覚めずにいてよ。だけど少女漫画はいつもハッピーエンド、多分勇士の中の人が私のコート抱きしめるでしょう。涙起きてもキラキラ、思い出になるキラキラ、街の景色もキラキラ輝いてる。彼の微笑みキラキラ、眩しいくらいキラキラ、私の瞳キラキラ、もう戻れない。ねえ、君ってキラキラ？友達の顔キラキラ、先生の顔キラキラ、カンニングさえサラサラ、なんだか変。黒板までもキラキラ、恋の光もキラキラ。何もかもがキラキラ、もう戻れない。はい、すごい歌詞だね。今夜はテレビの国からキラキラね。さすが伊藤重里さんの歌詞って感じだよね。こんばんは。どうも。はい。あ？大丈夫ね。うん。チョコレートディスコ。あ、今度は多分ね。配信、僕毎日会ったら6年ぶりなんだ。僕は毎日。ありがとうね。うん。あ、そうだ。ちょっと。チョコレートディスク歌わ、ちょっとそのままニッパ飲もうか。今日の一杯、今日も暑かん。はい、じゃあ今夜の一杯目いくよ。今日もこれ 1.5 合、今日ね。うん、そう、うん、飲むよ。まだ半分、1.5 合なんで半分ぐらいから。はい、乾杯。昼間あれ、注釈でさ、あれ、魚鍋とかしたからね。うん。あれで、ね、あれ飲んでね。うん。ああ、だって、じゃあ、今度リクエストがあったんで、今度はチョコレートディスコ行こうか。チョコレートディスコ。久々だね、チョコレートディスコ。で、歌えるかな。歌詞出てくるかな、歌詞。チョコレートディスコ。すぐ。歌詞入ってたっけ、チョコレートあった、これ。じゃあチョコレートディスコ行きます。今リクエストがあったんで、うん、チョコレートディスコ行くね。え、嘘、チョコレートディスコ。そうですね、うん、先週、そうだね、この1週間はね、今書き込みがあった。じゃあチョコレートディスコ歌詞出てくるか？あれ、出てこないね。チョコレートディスコ歌詞。あ、出た、よし。出た。じゃあ行こうか。チョコレートディスコ。久しぶりに、今。なんだけどね。チョコレートディスコ、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 計算する女の子。期待してる男の子、ときめいてる女の子、気にしないふり男の子、バレンタインが近づいて、デパートの木かも揺れる、計算する女の子、期待してる男の子、お願い思いが叶うようにね、あ、届くようにね、とっても心込めた甘いのお願い思いが届くといいな、硬いケースの死が来た。チョコレートディスコ、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 計算する女の子、期待してる男の子、ときめいてる女の子、気にしないふり男の子、お願い思いが届くようにね、とっても心込めた甘いのお願い思いが届くと
いいな。なぜか教室がダンスフロアにチョコレートディスコ、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 チョコレートディスコ。はい。今、あ、どうもね。今、先ほどね、劇教室があったんで、チョコレートディスコ歌いました。どうも。どうも、ボンさんどうもね。もういつもこんな風になってます。いつものようさりげなく。いい、そうよ、僕はね。多分これが生存確認の一環だからさ、今日もね、年頃の女の子のお股のこと思いながらこんな風に缶酒飲んでます。可愛いね、女の子ね。うん、うん、ほんと可愛い女の子。わあ、こんばんは。今日日曜日だからさね。あ、そうね、木場三越ね。どうだろうね、どんどんデパートも減るよね。さっきも言ったように少子化だもん、減る一方だもんね。そりゃそうだ。あと、まあれ、牙だったらさ、松戸の伊勢丹が危ないって言われてるよね。まだ正式には言われてないけどね。どうだろうなるね、伊勢丹ね。あれもそうみたいよ、可能性で。いろいろネットで。まだはっきりとは分かんないけどね。ちょっと、閉店してもおかしいと、ね、そんなこと書いてる人いるもんね。ね、どうだろうね。なんだろう。あ、そう、あれ、牙の駅前の総合もどうなるか分かんない。あれ、セブン&アイズだからさ、ね。あ、つまみこれから持ってこようか。今日刺身ね。うん。すごいね、ほんとね。じゃあ、今日は刺身。カツオの刺身が半額だったから。今日はカツオの刺身こうか。カツオの刺身、千葉県産だ。そこ、出雲のスーパーで。見えっかな、いつものスーパー。いつも町屋の新鮮市場でこちらで買ってきた今日のつまみ。今日のつまみこれいいかな、445円で、で半額し、これ切ってくる。今日これね、今日カツオの刺身ね。今夜カツオの刺身です。これこれでいただきます。ちょっと切ってくるね。ちょっと切ってくる、いつも通りで。はい、あ、こんばんは。つまみ焼き首、女の子のこれ、おっぱいの先っちょのやつね。おっぱいの先。はい、今日はね、カツオの刺身、たたきじゃない、刺身だ、普通の。今夜はカツオの刺身だ。どうも、カツオの刺身、いつも通り適当に食ってこんな感じね。ざくじりかな。で、天ぷの生姜ね、生姜入れて。まあ、カツオは安くていいよね。カツオは安くて、うん。今日は生姜入れて、見えるかな、映ってるかな、映ってます。
刺身はどうかな。今日生姜じゃなくてカツオの刺身です。カツオの刺身切ってきました。で、生姜適当に上からぶっかけて、こんなもんでいいかな。で、適当混ぜ混ぜして、また今日使い回しの割り箸割り箸、家で使うものはね、一回使っただけで捨てないからね、もったいないから何度使ってます、洗ってからね。そうアウトドアの時は捨てるけどさ、当然ね、タクタクしたりさ、使ったあの。でも家での場合はね、家用のは何度も使ってる。もったいないもんね。はい、こう、今日はイワシの弱でカツオの刺身で。うん。いや、いいね。配信のカツオ。安くていいよ、カツオは。無理してマグロなんか買う必要ねえよ、ほんと。あんな高いの。どうもね。お、アルコール終わったね。そう。割り箸いっぱいもろか持ってっからさ、なんだっけ、僕、20年ぐらい前一人暮らししたけどさ、20歳だから、20年ちょっと前か。あの頃は今ほどさ、割り箸、コンビニとかスーパーでもなんか買ってもなんか何も言わなくてさ、勝手にさ、割り箸つけたんだよね。スーパーの惣菜売り場でもさ、何も言わなくてもさ、買っても、だからさ、いっぱいあるんだ、あの頃のが。ね。一人暮らし始めたと。今はさ、スーパーなんかでもさ、割り箸なんて聞いてくるからさ、言わないと言えばつけないけどさ、だからその頃、一人暮らし始めた当初はさ、何も言えなくてもさ、なんか食い物か、惣菜売り場で買うとさ、ね、必ず割り箸買って入れてたんで、それで、僕大食いだからさ、結構な量の惣菜を買うとさ、何人前もさ、割り箸、なんかその頃の割り箸とかいっぱいあるんだよ。だからね、こんな割り箸使ってますか。もったいないわ。そうだよね、25、6年前かな、一人暮らし始めた頃。あの頃今ほど、今は聞いてくんもんね、コンビニのスーパーでもさ、割り箸いるかどうか、もしくは自分、いる人は自分で持ってったりさ、あの頃は25年ぐらい前そうじゃなかったもんね、勝手に入れるもんね、ほとんどの店がね。だから、結構あの頃の割り箸溜まってっからさ、こうやって使ってます。どうも。ニュー新橋ビルね、ああ、そう、同じニュー新橋、駅前のね、格子のやつね。新橋の僕のそれランドマークやる、ね、そうだね、大体ね、あれビルの模様が格子状のやつね、あれね。ああ、カツオはうまいやな。これカツオの刺身で、ほんとカツオは安くていいよ。うん。ああ、で、酒に報酬。今日もあの焼きそばやんなかったな。どうしても今度やろうね、ほんとね。前から言って今度焼きそばやってみようね。前から帰って今度焼きそばアウトドアでやってみようか。どうも寒いとさ、今日も魚目が多くて、今日はフォンビノスとキノコで酒蒸し、魚目やったんだよね。うまかったな、あれね。あれ簡単でいいよね。あ、不安定？回線不安定か？でもなんとか赤くなったけど、なんとか。Wi-Fi だからどうしてもね。繋がってるか。生臭いって魚全般が生臭いもんだから、それ言い出したキリがないと僕は思いますよ。魚なんか、所詮生臭いもんだから。それ言い出したキリがない。ねえ。それ言い出したら。そのな、みんなそうだよな。あ、うめえね、カツオは。カツオがほんと手頃でいいよね。だって、だしでもカツオ節って有名だもんね、大抵ね。カツオ節。ね。だって関東はカツオだよね、一応。ね。関西系は昆布の方がゴムゴムだけどね、確か。そうで、大体そうだね、だしで言ったらさ。カツオと昆布が関西系。カツオに行くときはさ、カツオの方が強いんだよね、確か。しがし側はね。どうでしょうね、僕。わかんない。自分じゃわかんないよね、だからね。いつものように、さりげなく。
動画の視聴低すぎるのか。しょぼいパソコンだからこうなんだよ、たまにね。ああ、なった、戻った。回線がね、不安定かもしれない。でもなんだか戻った。よかった、緑になった。よかった、よかった。じゃあ最後、残り1.5個なんで、残り2杯目。今日は熱燗で。でも魚が僕おすすめ、アウトドアで食うんや。あれ買って頃でいいよね。ただ普通にちょっとしたクッカー、小鍋にさ、肉とか、肉はあんまり入れないけど僕は。豆腐とかサラサラとか入れてさ、酒で煮込むだけの、あれいいよね、ちょっとしたね、調理。さ、日本酒だからさ、うまみもつくしさ、ね、あれ簡単でいい、魚鍋ね。僕はいつも大体豆腐とか野菜入れて、今日はホンビノスね、ホンビノスっていうか、貝と、やつね、ハマグリ亜種ってやつね、あれ3つと、キノコ、しめじ入れて、日本酒入れて、あと、黒瀬スパイス。仕上げに長ネギちょこっと入れてね。あれで。あれ手頃でいいよ、ほんと。ね、マグロはね、マグロも嫌いじゃないけどね。マグロほんとバカみたいに高いんだよ、マグロ。バカみたいに。は、ね、半額でもさ、いいお値段なんだ。元が1000円近いからさ。安いマグロはさ、色がピンク色のハマキみたいなやつね、色がね。でも、あれも安いけどね、まあでも。わかんない、僕最近買い出したから。年中ではないんじゃないの、あれやっぱ、あれ取る量の期間があるからさ、今がそうだと思うよ、今ちょうど。だからここのところ、あそこのスーパー行ってくと、毎回、毎回あるもんね。燃料ではないと思う。今ちょうど取る時期なんじゃない？今は。ここのところ多いの、あそこの行ってる、あそこのスーパーあるじゃん。公園の近くのスーパー行ってくと。だいたい、まあ重さも、貝のサイズによって、まあ値段変わるけど、だいたい3つから4つ入って300円だからね。今日は大きめ3つで300円。そんな、ハマグリ亜種って売られてたり、白ハマグリとか、ね。最近ホンビノスね。最近ホンビノスっていう名前出るようになったんだよ、最近ね。以前はハマグリ亜種とか、ハマグリに似たような貝ってことで、ね。でもハマグリロリコは丸っこいからね。ハマグリもうちょっとどうで、まあ、形はやっぱハマグリの方が立派だよね、でっかくて。で、ホンビノス貝は大きな、まあ、サイズはハマグリクラスなんだけど、形がね、ハマグリよりもね、ボールっぽいわけ、丸っこいのね。あそこだって、あそこ行かないもん、あそこスーパー。スーパーバリュー。確かに安いな、あそこね。長崎も1本60円台だからね、ずっとね。だから最近買って60円。1本買って、あれ1本。1人でさ、日帰りでやるアウトドアだって、バーベキューだったら、長崎1本あれば十分だもんね。1本買って、米久のウインナー買って。米久安いからね。日本ハムとか、やっぱ安い、米久。さすが静岡のブランドだ。安い。ね。日本ハムと比べて、多少ね、ほんと安いよね、米久のウインナーはね。米久の買って。ね。静岡が本社の会社の米久って、精肉の加工し、生肉の加工しようとか売ってる、ウインナーとかね。だから首都圏は意外と、首都圏の方があるかもしれないな、あそこ。静岡が本社だからね、あそこ。もう僕、何も言いかないもんないよ。逆に僕ね、女の子の会、また言っちゃったらダメだな。もう会って言うとね、女の子の下半身とすぐ繋がっちゃうからね、嫌いなわけないよね。ビラビラ感がさ、ね、下半身とすぐ 一体なの、僕の回路は。なんか嫌いなわけないです。会と言っても、こう、女の子の下半身を思いながら、ね、夢見心地ってそんな感じです。だから苦手なもん言っちゃう。もともと嫌いなもんないし、好きなもんもないからね。食えるもんなら何でも食えるからね。女の子の下半身はいいな、ほんとね。生命の神秘だよね。女の子の下半身がね、アービーにそっくりなの。ほんとそう思う。いつものことながら。アービーちゃんにそっくりなのは生命の神秘だと思う。ね、全く別にね。そう、似てるよね、ほんとね。絶対生命の神秘。
歩が生命の神秘といえばこれ。女の子の下半身がアービちゃんのそっくりなの。全然違うもんね、あれ。アービちゃんはあのね、海の中。ね、ね。あ、どうも、イッサさん、どうも、今夜も扱うんですよ。今夜はね、カツオの刺身で。カツオの刺身。アービちゃん。でも、女の子のことでいつもアービちゃんって呼んでんの。アービちゃんと会って。口では言わない、そんなこと。腹の中では。ね。言ったらまずいもんね、そんなの。ね。可愛くって、うちの会社にはアービちゃんいるけど、可愛くって、ほんとね。まあ、それは似てると貝だもんね、そうだもん。同じ貝だ、似てても、そりゃそうだ、多少似てると思う、僕は思います。似たようなもんだもん、貝だもんね。そりゃそうだ、うん。だムール貝、うん。で、ムール貝の方が短いよね、あれ。赤札丼なんかでもムール貝なんか冷凍になったら結構まとまって売ってもある、売り場で。安いよね。ほんとアービー売ってないもん、アービーなんか。普通のこの辺のスーパーじゃん。アービーって刺身になってさ、サバイトルしか売ってないよ。殻ごとって見て売ってねえもんな、スーパーじゃね。やっぱ取れたてじゃない、なんだろうね、アービーはね。ほんとこの辺のスーパーだとそうだよ、アービーなんて。カラスキは全然売ってないよ。見たことねえよ。まあ、高級スーパーあるかもしれないけど、僕、和彦さんが行くようなスーパーだったらないですね。カラスキのアワビなんか、見たことない。刺身になって、盛り合わせなんかに入ってるのぐらい。一回食ってみたいけどね、一回ね。あれ、ああいうの、カラスキのアワビ売ってたら、あれをさ、あれ、炭火でも何でもいいよ、焚き火で焼いて食ってみたいね、ああやってね、一回ね。でもこの辺で売ってないから。サザエとかは売ってくるとさ、アワビほんと見ない、アワビ。殻付きのアワビってね。やっぱ、あれ、焚き火とかで焼くにはさ、殻付きがいいもんね、あれ。うん。うん、まあ、あれも好き、僕も。あれは熱いよ、あれ。ロソストアでもさ、スライスしめサバって言って100円で売ってるしね。まあ、100円のしめさば買ってみれば、それだけのもんだけど、やっぱり。スーパーで200円前後のしめさば買うと、やっぱり、それなりの食べ応えあるよね。まあでも、そう余裕ない時はね、ローソンストアで、しめさばそれは100円で買ってもいいかもしれないね、あれね。ローソンストアか。あれなかなか、でも、ね、うん。まあ。もう嫌いなもんねえから、あ、カツオはほんと手頃でいいよ。女の子は可愛いよな、ほんとな、アービーちゃん。こんな僕でもね、そうブランド行けばさ、相手にしてもらえるんだから、ありがたいよね、ほんとね。こんな僕でもそうだよ、可愛い女の子にさ、ね、仕事もらえるんだもん、たまんないよ、ほんとね。うん。まあ、年中いけないよ、ほんとね、ほんと。ね。だから宝くじ当たったら、買わないから当たらないけどさ、もしほんと宝くじとかでね、ほんと万が一、ものすごい額当たったらね、絶対僕ソープランド行くよ、僕。ソープランド行って、若いもの、かわいい子にさ、ね、と肌との触れ合いを楽しみたいよ。うん。そう、門弓の子はそうやれ。元気だからね、名字みたいなんだよね、あそこ。門弓はそうよ、門弓の女の子は。藤原とかさ、そういう名前だろ。僕は池袋の門弓ね、あそこ。パルコの裏の方行った時、あの、大江戸の回転寿司の向かい側にある、あそこ行ったことあります。ね。あそこのとこね。まだあんのかな、あそこ。あそこの随分か、どうだろうな、あれ。もう、なんで、10年以上前だね。文京区住んでる子だから。はい、今日はね、カツオの刺身を美味しくいただきました。
ああ、こんばんは。谷岡さんの今日休みの早めぎで、で、神崎で、今日これ最後で。ああ、うまい。今日早めぎ、またね、一晩寝て、明日から一週間頑張りましょうって、この一週間で何やるかって。はい、給料ウィークリーですね。そうだよね、ちょうどね。この一週間、給料、ね、あ、そうだ、ちょっと楽しみね、この一週間ね。給料週間で、そうだよね。週末には給料日だね。どうかな？給料日25だからさ、ちょ、うちの場合さ、前後する場合あるからね、早い時もあるけども、その時の、まあお金のやりとりの都合で、給料日の翌日の場合もあるの、あれ、土日に25日になる場合は、どうなるか。まあ、だから来週の月曜日には、来じゃない、再来週の月曜、その時には、給料だと思うんで、遅くてもね。日曜が25だからね。うん。運よく早ければ、金か土曜かもしれないね。もしくは、遅ければ次の日か。楽しみで。わかんない。今日休みだったらキャンプ行こうと思う、キャンプ。うん、休みだったらね。わかんないけどね、まだね。休日中期はさ、毎日限りな、わかるからさ。前日なんだとわかんない。休みだったら行きますよ。で、仕事中に出勤で1日だけだったら日帰りでしょみたいな。まずテントと寝袋もあるからね、もう簡単なもんだもん。もう最初に買っちゃえば何度も使えるからさ、アウトドアってそうだね。うん。手軽なもん。僕今度はどうしようかと思う。こう、群馬の方行こうと、群馬県。群馬のあそこ、例の、高崎線の新町のとこ。ね、群馬って遠くに思えるかもしれないけど、首都圏から。でもあれ、埼玉県ってさ、南北に短いからね、あれ。だから埼玉で、群馬に入って一駅だから、一目。高崎線で群馬県に入って一駅目の新町っていう駅。そこから歩いて30分ぐらいのとこにあるの。無料のキャンプ場が。その武器キャンプ場。烏川沿いの、村営の公園内にキャンプエリアが、そこで行こうと思って今度は。あそこはいいよ、ほんと。下北まで行かない、全然。ほんと埼玉寄りだから。高崎線でね、群馬に入って一駅目だから。下北って内陸、もうちょっとね、中野寄りだもんな、そこはね。うん。全然違う。うん。群馬って言っても。僕の行くキャンプ場はね、埼玉から群馬に入って高崎一駅目の最寄りの駅だから。ねえ、うん。わかんない。それ、ちょっと、玉村町ってとこ、玉村町。その公園、でかい公園があるの。そこにキャンプ、アウトドアエリアがあって、キャンプもしてもいいよってことで、キャンプ場ってあるのよね。そこ行きます。今度行く場合はね。何郡かわかんない、細かいのは。群馬県の玉村町ってとこ、玉村町。新町駅から30分ぐらい歩いて。早歩きだったら20分ぐらいでも行けんじゃないかな。結構近いわ。結構近い。駅前にはさ、フレッセイとスーパーがあって、フレッセイ。行く途中にセブンイレブンとかあるしね。あと、高崎線沿いにファミリーマートもあるって。結構コンビニもあって、なかなか環境はいいわ、そこ。で、一番近いあそこの、そこの公園の近くにあるのが、デイリーヤマザキ。まあ、買わないよ、僕。駅前スーパーで、これ結構何回も行ってくるね。全部駅前フレッセで買い物して。持っていかない、僕。もう、僕のおそのおもちゃはね、僕、勝彦さん脳内やるんで。脳内いろんなものが入ってますんで、それを思い浮かべながら楽しみたいと思います。はい、わかりました？ね。必要ないよ、おそのおもちゃなんか。ね。和彦さん脳内にいっぱい詰まってますんで。もうね、もう中学、高校がずっと読書っ子だからね。うん、あの頃から読んだ本がいっぱいあって。その頃脳内溜まってますんで、その頃いろいろね、いっぱいあるんで、僕の中に。うん。さすがおでこ白いだけあるよくね。博識かっちゃんだからさ。そう。そう、その分かってた、知ってた、その武器キャンプ場。
あそこ近くていいでしょ、あそこ。駅からほんと、ね。月川荘と比べると月川荘はさ、私鉄のね、東上線の嵐山から歩くんだけどさ、あそこよりも全然近いもん、あれ。駅前にスーパーあるしね。で、あそこね、一応キャンプ場って無料とはいえ、キャンプ場って書いてあるだけにさ、水道もそこそこ水あるしね、いいんだ、あそこ。僕好きだ、あそこ。ね。学校橋はさ、火器は可能っていうだけでキャンプ場とは立ってないからさ、ちょっとね、水道がね、トイレの前の一箇所しかないから、あれづらいけど。あそこ、角吹キャンプ場はさ、水道も豊富なのが嬉しい。あそこ。僕はそう思う。だからあそこの方が好きよ、あそこ。まあトイレはね、工事現場の仮設トイレみたいなもん、まあそんぐらいはね、無料だから我慢できると。水道はあそこ、なんだっけ、デイキャンプの方にもあるしさ、こっちの林間サイトの方にはさ、テント場とかね、キャンプの。結構あるしね、結構水道があるのが嬉しい、あそこは。学校場所はね、無料で牡蠣も使えて河原でいいんだけどね、一応キャンプ場とは行ってないだけにね、普通に公園の水道を見てあれしかないから。あれ1個だからね、学校場所は。水道が少ないのがね、辛いね。やっぱね。角吹キャンプ場はさ、まあキャンプ場って言ってるだけに無料とは言って、ね。水道が結構豊富にあるのが、やってるぜ、やはり便利はあります。駅前にスーパー、フレッセ知ってるよね、行ったことね。イーサさん、わかるあそこ。いつもあそこで買い物して歩いて行ってますよ、僕駅から。新町駅から。高崎線っていうのは便利でいいな、あそこ。一本で行けるからさ、あそこ。こっちからね。高崎線だったら一本だし。高崎線。日暮里線で乗った場合は、まあ、赤羽か大宮乗り換えね。一本で行けるからね。で、今度休みだったらそこのキャンプ場に行こうと思います。もう何度も言ってます、あそこ。おなじみ。あそこのキャンプ場行こう。で、今度 B6 君行く、キャンプの時は B6 君持って行こうかな。ほかライトと、ちょっともう、この間、学校バッシュの時買った、まあ、昨日残ってるんで、あれと、ほかライト持って行こう。燃料持って。まあ、多分冬場だから、薪も乾燥してて使えると思うけどね、一応持ってかないと思うね。僕、焚き火メインで。B6 くんね。なんで B6 くんなのかは？電車と徒歩だからさ、A4 くんとかでかい焚き火だ。ちょっと大変なんだよね。それと、でかい焚き火だと燃料くんだよ。燃料くんでかいとね、でかいの炎も大きくていいんだけどね、燃料くんだよ。でも B6 くんクラブだったらさ、少量の燃料でもさ、結構炎楽しめんだよ。ね。それもそう。充電別には1泊2日だから別に。必要ないし、充電必要ない。こういうやつ、これ。1000円ぐらいで買ったこれ1個はスマホ用にこれと、もう1個ぐらいと、別に。僕の結構充電持つから、ノートパソコン。1泊だから別に。どうってことない。充電は。何日もいるわけじゃないからさ。土曜日行って日曜日帰るだけだからさ。全部じゃないや、あれ。電車だから、電車、電車、電車があるとか電車乗るよ。ね。あとさ、奥多摩のさ、雲取山みたいにさ、登山口までバスからバス乗るからね。ね。そんな感じで。で、そんなない時歩いて、そういう感じだからね。わかったね。本当にそうだよ。全部じゃないわ。それ、タイトルにあるように電車と徒歩だからさ。で、角吹の時はさ、読み方聞かれてるかもしんないけど、新町駅、高崎まで電車ね、そっから、ね。全部持って。でも、手軽でいいよね。でもいいじゃん、あれ。ああ、楽しみ。もし休みだったら今度新町駅、あそこ行こう。新町のとこの。あそこ結構近くていいよね。はじめ、あそこのキャンプ場行く前はさ、群馬って遠いなと思ってたね。思ってたんだけどさ、でも埼玉ってさ、あれ、東西に長細くて、南北って短いんだよね。意外とあっという間なんだよ、あれ。
東上線でランザ行くより意外と、そう思うの。僕乗った感じそうだった。池袋から東上線でランザ行くのとそう変わらないっていうか、逆に乗ってる期間もランザがかかるんじゃないかって感じ。そうだよね、あれ。埼玉って、南北って短いからさ、細長いからさ、ね。そうでしょ。だからそうね、あっという間ね。だからその埼玉抜けて一駅目が新町だから。今日はね、鳥川行かなかった。今日は、カツオの刺身。で、今日の昼間のアウトドアはね、できた。バーベキューはあれ、魚鍋、ホンビノスと、しめぎの魚鍋で飲んで。今日は鳥川は、今日のお肉はね、あそこ、米久のソーセージ、フランクフルトだけだった、今日は。あれ。でも、うまかった、ホンビノスで。ホンビノスとしめぎをね、日本酒で煮ただけだけど、うまかったな、あれ。プロセスパイス入れて美味しかった。まあもう今日は鶏皮は一切ないです。じゃあそろそろありがとうだよね。今日日曜で休みだって、都合ついて早めで。じゃあまた今来たら録画の方をね見てね。じゃあ今日はこの辺で終わるね。おやすみなさいね。じゃあまた明日仕事から帰宅次第やりたいと思いますんで、まあ明日の分はもう一応食材買ってあるんで、明日買い物しなくて大丈夫です。ではまたおやすみね。また明日仕事から帰宅次第やりますんで、おやすみなさい。で、スティックも終了。スティックの方は終わりました。あ、イーサさんどうも、カードさんありがとう、ピンザロさんもどうもね。でも今日はこの辺でね、いつも。あ、そう、この1週間はね、ね、給料日ウィーク楽しみね、おやすみなさい。じゃあ最後に一曲、今日はね、この歌を歌いました。松本伊代ちゃんのテレビの国からキラキラ、もう一曲歌って終わろうか。今夜はね、じゃあもう一回テレビの国からキラキラいきます。ねえ、こんなの信じていいの？ああ、私は嘘だと思う。古い少女漫画の、まるで白いみたい。いつも夢見ていたあの人が、私のコート好きらしいのよ。夜空の星もキラキラ、私の瞳キラキラ、お花いっぱいふわふわ飛んでいるわ。見つめられたらキラキラ、彼の瞳もキラキラ、見つめ返せばドキドキ、どうなるかしら。ねえ、神様、冗談ですか？ああ、夢なら覚めずにいてよ。だけど少女漫画はいつもハッピーエンド。多分勇士の中、あの人が私のコート抱きしめるでしょう。涙起きてもキラキラ、思い出になるキラキラ、街の景色もキラキラ、輝いてる。彼の微笑みキラキラ、眩しいくらいキラキラ、私の瞳キラキラ、もう戻れない。ねえ、君ってキラキラ？友達の顔キラキラ、先生の顔キラキラ、カンニングさえサラサラ、なんだか変。黒板までもキラキラ、恋の光でキラキラ、何もかもがキラキラ、もう戻れない。はい、今夜はね、伊藤重里さんの歌詞でおなじみのテレビの国からキラキラを歌いました。はい、どうも。すごい歌詞だよね、これね、こんばんは。うん。いつも通り、早くないよ、いつも通り。いつも通りです。おやすみなさい。そう。そう、僕の場合、そうよね。テレビ、僕の場合。ともみちゃんのことを思いながらしこしこ。おやすみなさいね。はい。はい、こんばんは。うん。今夜もね。みんなだと思うみたいなことを思いながらシコシコして寝たいと思います。おやすみなさい。ではまた。じゃあ今来た人は録画の方ね、終わったら順次が終わるとアップすると思うんで、ではまた、おやすみ、終わります。じゃあストリーム終了。はい、やめないから僕。もう、ある程度、配信はさ、キリがないでしょ、もう。キリがないからさ。で、じゃあ最後一曲歌って終わろうかな。一曲、最後の歌はこの歌。この歌で終わろうか。
今日の最後はこの歌。激しい声で笑うか、秀樹の。やめろと言われても今では遅すぎた。激しい恋の風に巻き込まれたら最後さ。やめろと言われても一度決めた心、好みを引き裂くまで恋に焦がれて焼かれて。もしも恋が叶うならばどんなことでもするだろう。Oh, 僕の人生を変えてしまうのか、黒い黒い瞳の誘惑。やめろと言われたら死んでも離さない、気の果てまでも行こう、君をこの手に抱くなら。やめろと言われたら余計に燃え上がる、好みを引き裂くまで恋に焦がれて焼かれて。切ない胸、夜は更ける、これが恋の周期なのか、僕の人生を狂わせるような黒い黒い瞳の誘惑。ズリズリって感じで、はい、ではまた今夜はこの辺で終わります。ではおやすみなさい。最後は指摘のね、激しい声でした。ではまた。